日本宮城県大崎市古川駅前第2、古川駅前第2は宮城県大崎市の町庭。郵便番号は989-6162。大崎市ホームページによると2021年4月1日時点での、域内の人口は575人、世帯数は327世帯である。大崎市の中心地域の一つであり、2010年の国勢調査によると、 人口集中地区に含まれている。大崎市の南東、旧古川市の中央部に位置し、北は古川北町などと、南は古川中里と、東は古川東町や古川幸町と、西は古川大町などと接する。域内にあるバス停留所は、古川駅前と古川幸町、駅前第2一丁目のみである。また、域内のバス停留所に停車する。 バス路線は以下の通りである。駅内の児童は大崎市立古川第二小学校、大崎市立古川東中学校に進学する。古川駅前台通の行政区は以下の通りである。2021年4月1日時点での住所別の人口及び世帯数は以下の通りである。2015年の国勢調査によると住所別の面積は以下の通りである。 なお、面積は、小数点第3位を、周囲長は、小数点第1位を死社購入した。AB、郵便番号。日本郵便。2021年7月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2021年7月16日閲覧。AB、令和3年度大崎市人口統計。大崎市。 2021年7月26日閲覧。2、大崎市の地域及び公共交通の現状、実態。大崎市。2021年7月26日閲覧。AB、宮城県大崎市古川駅前台2のバス停。一覧。乗り換え案内ネクスト2021年7月27日閲覧。AB、市内の小中学校。大崎市。 2021年7月25日閲覧。宮城県大崎市古川駅前大通1丁目。ゲオシャペリポジトリ。2021年7月27日閲覧。宮城県大崎市古川駅前大通 2, 2丁目。ゲオシャペリポジトリ。2021年7月27日閲覧。宮城県大崎市古川駅前大通3丁目。ゲオシャペリポジトリ。 2021年7月27日へつらん。宮城県大崎市古川駅前台通4丁目。ゲオシャペリポジトリ。2021年7月27日へつらん。宮城県大崎市古川駅前台通5丁目。ゲオシャペリポジトリ。2021年7月27日へつらん。宮城県大崎市古川駅前台通6丁目。ゲオシャペリポジトリ。 2021年7月27日閲覧大崎支店。岩手銀行。2021年7月27日閲覧古川支店。東北銀行。2021年7月27日閲覧古川支店。77銀行。2021年7月27日閲覧東北労働金庫支店。金融機関コード。 銀行コード検索。2021年7月27日閲覧。古川港。国際高等学院。2021年7月27日閲覧。古川港。大崎市。2021年7月25日閲覧。ありがとうございます。